おはようございます、こんにちは、こんばんは、梅谷慎です。さて、タダカチでございます、今回はウエスタン環七、南葛西店さんに、お邪魔しております。タダカチ的には、初めてのホールで、とりあえず昨日下見に行ってまいりましたので、そちらの様子からご覧ください。さあ、下見のお時間でございます。いやいや、あのね、この辺はよく通るんですけれども、車でね、実際ホールの中に入るのは5号機のジャグラーを打ちに来たことがある。しかも別に収録でもなくぶりなので、めちゃくちゃ久しぶりですね。ということで、ここでね、いつもね、ちょっと、集めた情報のお話とかするんですけれども、今、ちょっと皆さんもわかるかもしれませんが、ちょっと情報を集めづらくなってます。でもね、過去のデータとか見れるところはたくさんあるんで、そこでそれなりに見てきましたし、多分今こういう感じだろうなっていうのは予想してるんで、ただね、細かいことはないんで、あとは店内に入って、見ながらお話しましょう。そうそう、こんな感じ。懐かしい。さて、まず集めた情報、一つは今日が10月17で、10月、16に北斗が増大されてます、ここですね。この2台が増大されたんですね。で、ちょっと増大の話ばっかになっちゃうんですけども、10月11日に、バルブレイブが増大されてます。で、北斗はね、今いろんなお店で増大されてると思うんですけど、バルブレーブ増大っていうのは結構こう、肝というか、今ね、そういうお店多いんですよ。ちょっとバルブレーブにまた、注目が集まってるところと。で、あと、その流れで言うと、10月16日、だから昨日ですね、ハッピージャグラーも増大されてると。ただそのポップのホームページとか見ると、明らかに北斗増大の方が押してる感じはしましたね。で、もう一つ、過去のデータでね、やっぱ出た機種っていうのを結構、ピックアップするサイトを見てると、なんか角が弱いっすわ。全然入ってないとは言わないっすよ。強い日はあんまりこう角に入れないっていう、感じがしますね。で、ほんのり末尾は意識した方がいいなと。明日だったら8、強い日に限ると思うんですけれども、強い日はちょっと末尾を意識した方がいい。ちょっとね、やっぱり今日ちょっと注目しちゃってるんですけど、バルブレーブが5台だった時、ど真ん中の台がすごい真ん前出てます。必ずしもそうじゃないんですけれども、5台以上の機種に関しては真ん中は結構注目。この2台ですかね。この2台一応狙いにしておきましょう。ちょっとカバネは優先度が下がるかもしれません。378、で、増大っていう要素がついてる、北斗よりは下になってくるんで、増大プラス末尾、意識で368、過去の実績、プラス、どっちも過去の実績ですけど、場所で、この365今稼働されてる台ですね。はい、一通り、狙いの方は決めましたけれども、少ない情報で、考えた戦略なので、そこまで自信はないですけれども、とりあえず、北斗、でバルブレーブ、ここは、明日も入ると思います。ちょっとね、ここ最近にしては情報が集められなかったプラス、もう10年以上前に、来たことあるだけのお店なんで、結構ほぼ、初めてのお店みたいな感覚です。なので、ちょっと朝のお客さんの動きとか、どれぐらい集まるかも全く予想できないんで、そこら辺りもね、そうやってそれだけ言うとすごい難しそうですけれども、そういうのも逆に楽しみにして、明日も頑張りたいと思います。では頑張れ明日の俺。ということで、まずは、そこまでこう情報が集められなかったと。一応ね、北斗、カバネリ、バルブレーブと、狙いを絞って、でどうしたもんかなと考えてたんですよ。今日がどこまでやる日か、だから本当にがっつり出してやるぜ、収録も入ってるし出すぜだったらバルブレーブ終わりなんですけれども、そうじゃなくて平常の流れ、だとするんだったらはやっぱり昨日増大、おととい増大した北斗のが優先だと思います。
で次どうするかって言われたら、まあ、カバデリよりバルブレイブかなという気はしてます。まあまあ、あの昨日スタミナの時にちょっと言いましたけど、めちゃくちゃ昔来たことあるんで、すげえ懐かしい気持ちです。そんな、めちゃくちゃ注目してた店舗ではないので、まあちょこっと見たことあるで、まあ、今もね車で通ることよくあるんで見かけるお店だ、まあ、要は気になるお店、ずっともう頭には残ってたお店で、まあ、今日がっつり戦いができるということで、まあ、なんとなくワクワク感がいつもの 1.5 倍増しぐらいなので、まあ、このワクワク感に乗って、頑張って立ち回るというのはもちろんですけれども、まあ、調子に乗りすぎて大負けしないように、特に前回の戦いはまあまあ奇跡的な、お勝ちしてますので、あれに浮かれて、今回ねまたすね毛取られることにならないように頑張りたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。多分15人ぐらいですよ、抽選。はい、お願いします。15人ぐらい釣ってんじゃん。15人ぐらいだったんですけど、まあ後ろの方ですね。なんでね、北斗の増大とか取れないかもしれない。結構少ないんですけど、来てる人は、まあ、割とうまそうな方が多いので、うん、同じような狙いになるんじゃないかなと思ってます。まあただ、まあここ最近のねめちゃくちゃ多いお店とかでどうにもならないとかに比べれば全然いいので、まあなんとか頑張りたいと思います。はい、すいません、よろしくお願いします。あー、北斗取れず、あ、バルブレイブ行ってんな。あれ、俺のこれ取っちゃうかも。この辺が入るのかな、皆さん集まってるな。まあ、もしかしたらなんかこう並びで入れてこの辺が強いとかそういう可能性はある。で、ただ、そうなってくるとその3お三方、私の前に並ばれてた方の隣で、しかも自分的にはこれも狙い台なんで、で実績も高い台です。なのでまあこれでいきましょう。怖いけど、あのね、100のゾーンってすっごい弱いと思うんですよ。100ゲーム台ね。もちろんこの200に近づいたことを喜ぶと、はい、今の200もそのまま200もあったことになっちゃったんで200もどけますね。ただ朝一は別なんで、朝一はね、はまるときはハマるし、上でもたまにね、こう100を100の後半とか、あとはドバッとね、これ減算して、で100後半から始まった前兆をこうやってね、あの100も200もどっちもやりましたみたいになっちゃうのはちょっと悲しいですよね。まあでも、あのもうすでに決まってるんで進むに越したことないです。ただ200の前兆楽しみたかった。お、これ300台で、前兆いくんですよ。300台で行くってことはやっぱりその一番、まあ、多分 A と言われるモードではないです、ね、朝はね大体その A 的なところではないんですけど、ただ、まあ、ここで外れても、まあ、次、その A 的なやつだったらもう200外したら次600までチャンスないみたいなイメージなんですけど、まあ、割とどこでも当たる可能性は出てきますね。出会い文化ね。はい、外したと。ちょっとやだ、左がね、チャンスの終了後のこの設定しさが出てましたね。結構強いと思います。あんま出ないんで、あの高設定でもなかなかしさって出ないんですよ。え、おう、50からの30、これが600か800か分かんないですけど、多分700、あ、600か700か分かんないですけど、多分700だと思う。ここで1個期待していい。もうちょっと強いの出てほしいですけどね。さっきか。ここで熱いの出ても9馬とかでも萎えるんですよ。まあ、あの、当たっても9馬だからって。無理無理に。うん、多分大丈夫。はい、ゲーム数418、で多分
こっちの、数値は700だと思う。あーダメ、厳しいね。はい、デホですね。じゃあ次行きましょう。で、まあ今もう1周目終わったんで、1周目というかね、1個目終わったんで、まあこっから200のとことかで当たってほしいなみたいな。もう3枚目だよ、早いね。ちょっとね、もう不安ですよ。なんだかんだと当たるんですよ、こうセット。通常時がほんとチャンスゾーン来ねえな、全然クリアできないなっていうところでめちゃくちゃハマっていくっていうのは良くないっすよ。天井とかなんて持ってるのかですよ。めっちゃにいかないと思うんだよ、こうセット。はい、やばい、やばいね。本当普通に200過ぎたら、ああもう600かみたいに感じるようになってきてるようじゃもうないと思うんで。見た目634ですね。ちょっと上とずれるんですけども、で、ゲームこっちのゲーム数的には300台でさっき。手上げて、はい、お疲れ様でした。まあ、チャンスゾーンすかりまくってハマる分にはいいんですよ。ただ別にチャンスゾーンも良くはないんで。で、まあ、ちなみにこれ、偶数資産だったりするんですけど、これの偶記、もう一個奇数資産あります、3人いるやつ。ただそれは全然当てにならないです。6でも奇数資産出まくるんで。厳しいね、厳しい。でもね、高設定もチャンスゾーンスカルにまくるときはしょうがない。だから本当ね、高設定と低設定だとこの200のゾーンでの、期待感が本当違います。あ、最後にちょっと強く、でもキューマかよ、もうやだ、これキューマ嫌い。はい、いいっすね、200のところでまた当たりました。765、そろそろ V 揃ってもいいと思うんだ俺。リプレイ引いたよ、ここも有効ですからね。あ、当たったりし、当たりました。今のリプレイで当たってたのかな、みたいですね。よかった、769ですね。革命のお願いします。リーチまでは行こうぜ。武器をセットするんだ。ここね、右が選ばれた時は右で良かったぐらいにね思うんですけどね、俺も。よし、リーチ、次あっさり決めちゃおう。引っ張んなくていいぞ。とりあえず AT。さあやるぜ。投資はね26本です、すでに。でバルブレイブってちょっとボタンが効きづらくなってるのが割とあるんですよ。で直球打ったらそれだったんで、ちょっとね僕ベッドボタンを強めに叩く癖がついちゃってる。あ、200いったぞ、よし、ほら引けてた、よし、こういう感じでいこう。まあこれも実力ですからね。いや、なんかこの 4,50 ゲームで強チャンスも4回引いてるよ。もう1回引こうぜな。うわ、緊張するね。まあ、レバーに力とか込めてもしょうがないっていうのはまあすごい分かってるんですけど、やっぱ緊張します。
ここもだからね、さっき言ったレアクリットスの長い、お願いもう一発で決めて、あもう頼むよ、来ました上位、さあコンプリートするぞ、マジで嬉しい、こんな早いのなかなかないです、よし、やっぱ怖いんですよ、いつ終わるか分かんないんで、早めにドライブ行ってほしいな、高設定ならね、低設定ならあんまドライブ行かずにめっちゃ連チャンしてくれ、まあ高設定でもめっちゃ連チャンしてほしいんで、継続はもう本当もう一生でいいからしてくれ、コンプリートまでしてもいい、話が早いぜ、うん、画面も普通、いいよ、やばいかもしれないですね、まずラッキーかもしれない、これなぜならどうせ続くから行かねえ。おい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 、怖いぞ、あらあれなんか、なんか音変かなと思ったけど変じゃなかったですね、これ14レーン、でドライブなしなんで11の0か、ちょっと厳しいですね、よしじゃあとりあえず引き戻しあるかどうか見ましょう、なかったらやめかな、4分の1のものを判別するので、11回見る、まあちょっと早いですけど相手が相手なんでね、はいダメですね、さあ、どうしましょうか、今14連して、結局ドライブがゼロと、で、まあ、その前の通常時とかでも示唆が出たわけでもないし、どっちかっていうと苦しかったですね、まあ、その最初の700のゾーンがちょっとやだなっていうところと、あのチャンスゾーンが軽いだけでは続けられない、でまあ、早々に上位引けて、まあ、10発以上やってドライブゼロだと、まあ、よっぽど良くなかったり示唆が出てなかったら、まあ、やめるように僕はしてるんで、まあ、やめときましょう、で、まあ、ちょっと一応回遊してから、台を回遊したいと思います、僕の狙い台のカバネルが空いてますね、ただ狙いずれてる可能性が高いですね、ここ埋まってたんですよ、まあ、僕の左、今、革命やってる台は、まあ、構成としては出てるし、めちゃくちゃチャンスもボーナスも軽いんで、まあ、ありそうっすね、で、まあ、なんでこれが当たりなんだろうって考えたときに、まあまあ、一つデータが前日前々日0-0、まあ、そういうのはあまり関係ないと思ってたんですけど、一応そうで、まあ、真ん中の方と、まあ、そのあたりの狙いは合ってるんですけども、まあ、そういう感じで見た方がいいかな、あ、もう開いてるね、さすがにやる価値あるんだよ、立ち当たり1回か713まで行っていきなりで、即やめに近いですね、で増大されたハッピーもちょっときつそうですね、うん、やばいね、まあ普通で考えたら北斗っすね、まあ、僕の狙い台が、まあ、ちょっといきなりきつそうな挙動ですけれども、やめられてて、まあ、ただあれぐらいだとあり得るんで、まあ、一応本命なんでね、まあ、これと隣が本命で、隣もねきつそうなんですよ、700ゲームで初当たり1回、まあこれ打ちましょう、200ゲームでチャンス目引いたんで、それで上がってくれたらいいなと思ってるところで、一応レバーを見渡しが出た、よし、そしてこれで当たる、これもタイミングが悪くないよ、
あんま知らんかい。ヘブンってことはだよ、集団チェリーで全長行かずヘブン行くのはちょっとやめてほしいな。まあまあ当たんないんだったら行った方がいいんですけど、あれ大丈夫、小生お前の動きなど止まって貴様の髪の毛一本を、はい246ゲーム普通に当たりましたね。目標は常に7連を超えること。まあなんで7連かっていうと、その僕は筋トレで、まあ、2日間、負けたら見てもらえば分かると思うのに、どっちも最高7なんですね。かわそう。原子炉、ウヌの力はその程度か。おお動いてる。キック耐えられると嬉しいね。もちろんこれでも十分嬉しい。蹴り好きだねあなた。でもその技も見切ってんのよこっちもね。ほらかわした2回くらいましたからね。いいよ、いきなり5連もした。まあもうちょっと早く出てほしかったですけど、さあ行くか。行きました2日間、まあ、一応ね4かもしれないけど筋トレ分回して、行かなかった8連に一発目から行きました。でも続いてくれてる間に無双転生いられるかですね。どんどん行っていいよ。2回連続してくる。さっきかわしたよ。十分です。でも火薬も落ちてますしね。天国でしょう。天国スタートです。いきなり、まあそんな設定じゃないですけど、まあ、隣の方も同じようにハマってるんですけど、今お話して、もう僕見てても悪くなさそうだったんですよ。子役も引いてるし天国に向こう上がってる、ただ引けてないみたいな形。その前にちょっと常連さんとお話したら、結構やっぱ並びに入ること多いみたいなんですよ。で、なおかつ朝 の, あのバルブルームの埋まり方、3台並んで埋まってたじゃないですか。ああいうの見ると、並び強いのかなと。で、まあ、これピンでも狙える台だったんですけども、あ、いいね。右の台もいいんだったらなおさらいいですよ。ああ台無し。おう、さあボーナス後17ゲームで引いて
まあ、ちょっと援護かどうかって判断ついてないですけど、使ってと違うかなぐらいに思ってたタイミングで見た中断チェンジ。右の人が、まあ、まだ良さげだけどヘタレやめするみたいな、ヘタレやめって言葉使ってますか。このりやめちゃうとちょっと不安ですね。並びで入ることが多いって話なんで。まあ、天国スタートだったかどうか分かんないですけども、とりあえず速攻引いた、中断チェリーで当たりました。43ゲーム、ちょっとせめて3連は超えてほしいよね。赤あんま期待しないの、まあ、僕オーラの色あんま気にしないんですよ。もうこれで単発で終わるとすごい嫌な気分、そうなるだけなんですよ。オーラ気にしても、やっぱ気にしちゃうな、赤オーラだったんだよなってね。ずっと交渉はしてないこの人。これは強水か。おお。普通勝てるよ。出れても大丈夫なはず。もう外れやめとこう。ただシャオりづらいんですよね。でもシャオったよし。月か。これ防がれるよね。おお。流れず、うん、マジでもうやめてよ。このタイミングは特にもう諦めるから。そっか、なんでパンチしないの君。78枚やめなし。まあおそらくカトチェからの当たりで、まあ、そうだとするとかなりいい強度です。453、これ以上余ってほしくないなってタイミングで謎当たりしました。あーしんどいね、今の2連はしんどい。あーもうちょっと伸びてほしかったな。謎当たりでしたからね、2回謎当たりしてます。でもねトータルしてみても、まあちょっと今んとこはちょっと56の自信はないです。今日最大ハマり579、結局中断チェリー頑張った方かな。中断チェリーちょっと悪くなって120分の1です。スイカはちょっと良くなって99分の1。ただちょっとね総合的に普通に当たりが重いし、結局天国スタートは初っ端だけっすね。ただ謎当たりが2回あると、だトータルすると本当微妙なんですよ。続けられなくはないけど、まあ、全然自信はないですね。本当だから結果は4ぐらいかなと思っちゃうんですよね。1,2,3、これで4回連続400ゲーム超えですね。さすがに厳しいな。まあ400ぐらいのあまり6でも全然しますけど、4連続、あこれで弱水から当たってますね。マジでこれでやめかな。
ハルク天国だけ見て。よし。ちょっとね、なさそうですね。よし。ここで単発はもうだいぶ涙出そうになるところだったんで。ああしんどいな。よし。ここで60何分外せる場合じゃないからね。お、俺と同じフラグを取れずいきましょう。ほらお願い、じゃあせめて波出し。10% 引いたんじゃない。よし、今日1回も引けてない 10% ですよこれ。お、これはせがれるか。チャンスぐらい。やらし、でかい。でかいよ。引きました。俺、戦勝ちで初めて引きました。はい、エピソード、そして無双転生です。しかももうやめようって言ってるこれ AT なんですよ。今はまだ負けてますけど、プラスにしてやめれる可能性があるっすよ。はい、来ましたよ。ついに引いたな。無双転生チャンスって見逃しに言ってて、まさかのデカプッシュ。まだ早いよ、さすがにね。かわすでしょう。大体かわすよ、ほんと。クラウドだから結構怖いですよね。点数は別格ですからね。あら、おお、さすが。やられてたかもしれない、ね。頂点が見えてきましたね。さあどうだ。お、確定させるか、いやどうせ終わんないはず。あー、そういうドラマいらないよ。とりあえず僕は昇天って言いましたよね、俺。剣とか言ってくる。ここまでしてくれたら十分っちゃ十分ですけど、でも無双転生って言ったらもうちょっと伸びてほしいなっていう。いきますよ。マジかマジか。いや、まあ、あのプラスになっただけでも十分ありがたいです。本当いいタイミングで言ってくれたんですけど、焦点まではさせてくれなかった。ちょっとこういうのがね邪魔なんですよ。やめましょう。はい、ということで合計何枚だ。持ちメダルジャスト2300枚、2300枚流しになります。でね、末尾はやっぱなさそう。あ、でもあれ、あ違うわ、その隣だ。377めっちゃ出てますね。あ、この方やめられちゃいましたけど、ここ3人の方ずっと粘ってましたね。朝からずっと粘られてたし、この辺はやっぱあったのかもしれないですね。
で、まあ、この方も粘って粘って出てやめてます。でこの台は高設置者出てたんで、まあ、ここがもしかしたら3台並んでたのかもしれない。まあ、こういう時はこの辺に入れるとか、まあ、確かにこの辺の方が最高枚数が多いんですよ。これバーサスすごいですよ。あれもしかしたらちょっとこの辺強くしてたのかもしれない。バーサス2台ともありそうです。ここ3台並びって言われたらまあ確かにって感じですね。なるほど。まあ、あとは北斗が僕のがどうなんだろうみたいな、まあ、厚当たりがまあまあいいのはねこれとかまあまあいいんですけどあるんですけどちょっとわからんすわ、うん、ちょっとね予想は違いましたけれども、まあ、朝の客付き見ると、まあ、十分戦えるかなという気はしますね。はい、お疲れ様です。実戦の終了いたしました。まず結果から申し上げますと、投資が、26本、46枚貸しで、1196枚です。回収が2300枚ですので、プラス、1104枚でございます。いや危なかったですね。最後の無双転生が救ってくれたと。ただ あと1回で昇天というところで負けちゃうところは、僕らしかったかなと。まあ、らしいとかないんですけどもね。まあ、最後の北斗は、数値的にまあ最後枚数を取りまして、中南チェリーが、4807ゲームで43回で33分の1、強水化14回で343分の1と、ここ非常にいいです。で、完全な謎当たりが1回と、カドチェダローという謎当たりが1回あって、まあ、あのセリンはね、ジャギ止まりでしたけれども、まあ、4ぐらいはあったんじゃないかなと。そして、まあ超革命しかり、無双転生しかり、まあ、設定差ない部分、そこでちょっと出てるんですけれども、これがねでも今のバッツローなんですよ。こう設定打ってもそういうところ引けなかったら負けて、転生ってでもそういうところ引けたら勝てるというのは、もうしょうがないので、で初当たりを増やすって意味でこう設定打つしかないっていう部分は大きいので、こういう勝ち方もありだなと、全然、自分的には普通のことだと思っております。ちょっとやっぱり今日初めてのお店で、であまりこう指針がない状態で、やってみたら、まあちょっとねやっぱり読みは外れてたかなと。まあ次チャンスがあればもうちょっと、絞り込んでいけるかなと。で、通っていくうちにどんどん見えてくるっていうところは昔ながらのホールっていう感じがして、非常に、僕は好感が、度が高いですね。まあちょっと家から遠いんですけれども、ちょっと通ってみたいなって気すら、しております。ということで2連勝で非常に気分がいいですけれども、まあ次回はどうなるか分かりませんけれども、まあ、苦しい時も、そして、調子がいい時も、変わらずブレずに立ち回って、なんとかただ勝ちにいきたいと思っておりますので、ぜひ、次回以降も見ていただければと思います。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。